白川軍陣営が騒がしいですね。私を天狗だと思っている方も多いようで、では、始めますか。なんだ？急に強い光が。うわぁ、ぎょえぇ。川が、土が、光を浴びて跳ねるなんて、いやぁ。助けて、助けてくれぇ。何が起こっておるのじゃ。伝令、空に謎の青い女天狗あり、奴の放った光の帯が我らを襲撃しておりまする。青い女天狗じゃと？まさか近頃噂になっておる、久保姫を実際にさらった怪しげな連中か？わち様、どうかご決断を、かような強すぎる光の帯が相手では、勝ち目はございませぬ。く、だてめ、我らが標準の意を信じず、本気で叩き潰すつもりか、ともかく退却じゃ、退却じゃ。伊達軍本陣。一体、前線で何が起こっておるのじゃ。空のある一点から、謎の光の帯が次々と白川勢に放たれておりますな。父上。おう、春宗。お前にも見えるか、あの光景が。しかと、面色な饅頭の一味に空を飛ぶ女のからくり人形がいると聞きましたが、おそらくは奴の仕業でしょう。なんと、それが白はさような奴らを味方に引き込んでおったのか。父上、奥州諸将にお伝えくだされ。伊達は強大な力を持つ天狗を従えておると。さすれば道家に反抗的な態度を取る国衆もいなくなりましょう。そんなバカな。と言いたいが、目の前の景色はそれが誠であると言っておるしな。されどこれは、役長に反した行いではありませぬか？あ、その通りじゃ、あくまで白川とは戦をしているふりをすればよいだけのはず。これでは話が違うとなってもおかしくはないではないか。ふう、白川がまともに約束を守ると思うか。それにあのようなはぜる強力な光の帯を浴びて、白川勢が生き残るとも思えぬ。義信馬義綱が降伏の約束を保護にして白川城に退却したところで、奴に打つ手などあるまい。伝令、白川勢、退却を始めました。殿、いかがなされますか？追撃いたせ。白川には他に援軍もない。このまま勢いに乗じ、白川城を目指さん。はは。つくづく俺は、とんでもない奴らを召し抱えたものよ。